まずはこの4ヶ月の動き、ちょっと駆け足なんですが見ていきたいと思います。去年の10月7日、ハマスがイスラエルを奇襲し、これに対抗する形でイスラエル軍がガザを空爆、戦闘が始まりました。11月下旬には一時戦闘を休止して人質の解放も行われたんですが、今年に入ってからはアメリカ軍と新イラン勢力との対立が本格化、戦果が中東へと拡大しつつあります。 そして今月2月の4日ですがアメリカのブリンケン国務長官が5度目の中東を歴訪そして7日には休戦をめぐるハマスの要求をイスラエルのネタニヤフ首相が拒否さらにはアメリカ軍が新イラン民兵組織の司令官を殺害。 とということで中東情勢、非常に混迷を極めていいるという状況です、はいまあ、あの今おっしゃったようにですね、えーまあ、ガザでの戦闘が一つの,この流れとしてあって、うん、もう一つ、の戦線ができてしまったアメリカ対親イラン武装組織のまあ戦闘ということがあの並行して起こるような状態になっているんですがで今、えー、今日拒否されたその和平案というのはどういうものだったかというのここにあるんですけれども、はい、ハマスの要求、まず第一段階いい女性、子ども、高齢者ら解放。 するのでパレススチナのイスラエルに捕まっている人を解放しろとそれが第一段階、第二段階が残る男性の人質を解放するので、うん、イスラエル軍はガザから完全撤退しろと、うん、で最後に遺体交換しようという提案、まあ、非常に、まあ、ハードルが高い提案をしたんですがそれに対してネ,ネタニヤフ首相は、まあまあ、ゼロと、うん、断固拒否という回答をしたと。これはもう って見ななきゃいけないけんですかねそう残念ながらそうですね。 あのーまあ、ハマスの殲滅、壊滅というのを掲げてて、うん、まだハマスの指導者も生きてますし、えー、何ら戦,戦果は分かってなくて、うんえー、ここで停戦したら、まああのー、亡くなったキッシンジャーがよく言ってましたけれどゲリラ組織というのは負けなければ勝ちで普通の軍隊というのは勝たなけ、うん、まば負けなんですよねで、うん、ハマスとしては負けなければ生き残れば勝ちですから、うん、ハマスに勝ちを渡すわけにはいかないだろうという感じはやっぱり。 イスラエル側にあって二度ともハマスのような組織がガザからイスラエルを脅かすことのないそういう、うん、あの安全保障の構造を構築するまではやめないと言ってますからねうんなるほど小谷さんこれブリンケンさんかなり、まあ、昨年からですね精力的にこの、まあ、和平を成立させるべくこう飛び回っているわけですけれどもこれアメリカももう打つてないような感じになってきているんですか アメリカとしても人質解放というのは1つの大きな目的に挙げているわけですけれどもやはりイスラエルの強硬な姿勢というのを変えることが今回もできなかったということだと思います。うん、でもちろんアメリカとしてイスラエルに対する圧力がなくなったわけではないんですけれども肝心のバイデン大統領がその圧力を使うことにまだ え躊躇しているという段階ですのでいくらブレンケン長官が行ってもそのテこを使えない状態ではそのネタニヤフ首相との対話で協議であの情報を引き出すことはできないということだと思います、うん、なるほどそうするとこのままでいくとですね今日まあイスラエルの国防大臣ですかね、えー、言ったように、えー、最後に残されたハマスの拠点はラファだとラファにも行くんだってことを言ってるんですがもうみんな,みんなこのラファに逃げてきてるわけですよね。 でそこを今度叩こうとしてるこれはまた民間人含めて多大な犠牲者が出そうだなと思ってしまうですが高橋さん、これはもうそうなりそうだということですからラファの人口は何,万何倍間に膨れ上がっててて、うん、う他のところが攻撃されるからけ結局みんなラファに集まったのに、うん、ラファまで来るのかということですよね。うんでまあ、ブリンンケンさんはね、なるべくこう。 民間人を巻き込まないようにやれと言ってますけどね、うんえー、軍事作戦をあんな人口が密集しているところでやったらうん本当に民間人巻き込まずにイスラエルはですね、あのー、報道官の発言とか、まあ、ネタニヤフさんの公式の発言では 一応民間人の保護には細心の注意を払っていると、うん、でハマスを攻撃してるんだって言い方してるんですが、うんうん、素人の我々外から見てると、うん、もうこれ完全に無差別攻撃してるようにも見えるんですけどもその辺のイスラエルの高官の、まあ、たちです、ねはい、の発想ってというい,いや実際、あの人工密集地帯で 1>,、はい、あの 1, 1トンぐらいの大きな爆弾使ってますから。うん 民間人巻き込まずになっているのは不可能ですよね,ですよねでアメリカもそれが分かっていてその大きな爆弾をイスラエルに供与しているわけですからああブリンケンさん、人道的にやれというのはいいけどああ爆弾を渡すのをやめてほしいというのが、うんまあ、本当に人道的に、ねうん、や,やってほしいと思ってんだったら一種、アメリカも共同制覇みたいな感じになってますね国際的にはみんなそう思ってますよね。うんうん、ですからあアメリカは イスラエルにこう自制を呼びかけてんだって言ってるんですけど、うん、その口じゃなくて実際に動けようと爆弾の供給をやめろよというのがやっぱりあの中東世界の人々が思っている気持ちですよね。うんえー、それでイスラエルの中にはですねもうイスラあのパレスチナはもうみんな追い出してしまうよとえば、ーまあ、このベングビール国家治安大臣は自発的な移住を促そうと、うんでえー、スモトリッチ財務大臣に至っては 過去にはパレスチナ人なんても存在しなかったんだらいいんだということまで言っています先月の28日にはこの2人がガザへのユダヤ人の再入植を求めた集会に参加しましてハマスが実行支配していたガザ地区にユダヤ人が再び入植してもうガザの住民を追い出そうと呼びかけたという話まで来ているんですね。うん 小谷さんこのスモトリッチさんという方に注目されているそうですかそれはどういうことなんですかあのまあこ,のこのベングビール大臣も、はい、あのスモトリッチ大臣も両方とも,も極右でこのネタニヤフ政権をまさに強硬な姿勢に導いている2人だというふうに思うんですけれども、はい、特にこのスモトリッチ大臣は財務大臣でありながら、はいうん 国防省の中にもオフィスを構えているんですね。あ、そうなんですね。だから軍軍事作戦にもある程度の影響力があるということですので、非常にこの。影響力は多い、大きいと思います。<ー>過激な思想を収入してるわけですね。で、えー、先週アメリカがあの入植者に対する経済制裁を発動しましたけれども。うん 当初この2人もリストに載ってたんんでですすねあそうなんですかでであの発動を結局見送ってしまったわけですけれども一、うんまあ、つ、てことして今後使っていくんだとは、うん、あの思いますアメリカとしては、うん、なるほどあの、まあ、このそもそもですね、えー、イスラエルとパレスチナの問題というのはある時点で2国家がちゃんと共存することで解決しよう和平を、まあ、成立させようという合意があったと思うんですがいつの間にかこういう,もうパレスチナを 追い出してしてまうとか存在まで否定するような議論が強硬な議論が出てきているこれは極右の政治家たちだけの発言なのかと思,思いきやこれはあれですか高橋さんイスラエル国内の世論も。 そういう発想が,広がってきてきる実際どうであったかは別としてイスラエル側の認識はですよパレスチナ側に結構いい和平案をわれわれずっと出してきたんだと、うん、でそれをパレスチナ側はずっと蹴ってきてだからもう和平の相手はいないんだからもうやりたいようにやるしかないじゃないかとで、まあ、パレスチナ側から言えばイスラエル側が出してきた条件というのは必ずしもよくはなかったんですけど、ねうん、でも、まあ、イスラエル側の認識は 我々は最大限譲れ,譲れるところまで譲ってパレスチナ側は受けないんだからもうしょうがないじゃないかと。で問題はこのスモートリッチさんとか、ね、ベングビリュさんだけじゃなくて、はい、このパレスチナ人をガザから追い出そうという集会には、はい、あの与党の政治家がたくさん来てるんですよ、うん、だからこれ2人はもちろん過激ですけどね 2>,、うん、あの2人を支える多くの過激な人たちがもっといるということ二2人はまあ氷山の頂点であって下には大きな氷山。 層がいいるということ市民の世論がそこにあるという、えー、あだからイスラエルの世論というのがだん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 右に寄ってきてるああということなんですねなるほどちょっと先ほどの地図をもう一回見たいんですけれども、うんまあ、そもそも国際社会としてはこの19 1947年これがパレスチナの領土にしましょうとで残りはイスラエルにしましょうということだったはずなんですが、まあ、近年はです、ね、こういう状態になってた。 でしかも、その上もガザを破壊しているという今、そういう状態なんですけどもこれは二国家共存解決というのはもうほぼもう絶望的って見た方がいいんですかね。 えーあのー、そ,そこで絶望すると希望が本当になくなるんであのバイデン政権としては <laughs>、うん、あのガザの紛争が収まったら次は二国家解決案に行くんだという路線を示していて、まあ、一応、あのー、それが国際的なコンセンサスなんですけれど、はい、イスラエル国内がとてもそういう雰囲気ではないとりあえずもう今あの、ハマス憎しですからね、はい、とても今、パレスチナ人の国をあの認めようというのは口に出しにくいというような状況ですよね。うん、だからすごい やっぱり感情が高まってますからそれが少し収まるまではというのがイスラエルの言い方なんですけど、うん、ただあの、自分たちの国を作るという希望を示さない限りパレスチナ人は絶望してまたハマスのようなことになりますから、うんうん、あそこはやっぱりあのもうアメリカがイスラエルに強く言うしかないと私はもうずっっと思ってるんですけどね、うん、小谷さんアメリカの政権の中ではもうこのまま放っておくとそういう和平うがほとんど絶望的になってしまって危機感っていうのはないんですかね。 なその危機感も非常に高いです。<ー>で今回あのブリンケン長官がまあ中東歴訪した中で、うん、一つおそらく隠れたミッションは。 サウジと連携をしてイスラエルに圧力をかけるということだったと思います。あ,<ー>あのサウジが昨日だったと思いますけれども、はい、声明を出して、うん、あのイスラエルとサウジの国交正常化ですね。はいえー、これをやるためにはあの二国化解決、はい、これが大前提だという声明を出しているんです。はい、でアメリカとしてはこのサウジ のこの声明をうまく利用しながらイスラエルに圧力をかけて、うん、まずはこのガザの紛争を抑えて、うん、そしてイス,ラエルをイスラエル軍をガザから撤退させて、うん、で二国家解決の方向に持っていくというところにも、うんえー、目指しているんだというふうにただネタニヤフさんおよびその取り巻きの右翼の人たちはそんなもんまっぴらごめんだと思ってるわけですね今のところはそうですけれども <laughs> ただ、そもそもこのアブラハム合意をやったのは 最終的にイスラエルと、えー、このサウジアラビアここ,をここを正常化するということであったし、うん、あのこれはイスラエルの国家安全保障にとっても非常に大きなことですから、うんまあ、ここをうまく利用するということはこの先あっても、えー、おかしくないいと思います、うん、高橋さん、まあ、こうやって二国家共存と言ってるまる、あ、国際社会およびアメリカでイスラエルネタニヤフ政権はそんなものパレスチナ国家樹立そのものに反対と。うん、イスラエルで仮ににネタニヤフ政権が変わった場合にもう一度こう、まあ もうちょっと本当なんですね あの考え方というのが復活する可能性というのは大幅に穏健になるかは別として、ネタニヤフさんよりはもう少し中道にはなると思うんですね。うん、というのはあの、スモトリッタさんとか、ベングビリーさんが内閣から抜けましたら、うん、少しやっぱり左に行きますよね、でネタニヤフさんというのは、もうああいう人と組むしかないところまで、まあ、実は政治的に追い詰められてて、うん、総理大臣辞めたら、汚職疑惑で逮捕される可能性が強いんで、やむないというところがあるんで、まあ、うん あのガラガラポンやってリセットすればネタニヤフ・サインリスス皇室は穏健な方が出てくるかなというのは期待ですけどね、はい、ではここで一旦お知らせを挟みましてこの後中東情勢を複雑化させているアメリカ軍と新イラン武装勢力との攻防風刺派の実像について深掘りしていきます。